なるほど。あ、いるね、奥に。いらっしゃいますね、ガットシュク。まだいるね。そこにいるね。ガットシュク、激アツ。いいダブルキルよ。で、こちらからリスポーンしてるね。オーケー、トリプルキル、激アツ。はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハセシンです。ということで、今回も、コールオブデューティー、モダンウォーフェア2をやっていきましょうか。ということで、今回使っていこうと思ってる武器の紹介、ガンスミスの紹介いきましょうよ。まずは武器から、サブマシンガンから、バスピーでございます。でですね、皆さん、なんとですよ、この画面からも見てわかる通り、この神々しさ、そしてこのコンパクトさ、すごくないっすか。ガンスミス紹介していきましょうよ。じゃあ、まず、マズルからいきましょうか。マズルはこちらですね、ブレキュービックコンプ。水平と垂直の反動制御上げといて、さらに調整も入れてます。今回反動安定性プラスガンキック制御上げていく。でですね、続いてバレルはこちらですね、サンダーファイア。そして調整はこんな感じでございます。でですね、今回これね、迷彩も載せてるんですけど、このゴールドの迷彩ですね、こちらですね、コンプリーショニストのゴールド迷彩載せてね、黄金のバスピース、黄金のサブマシンガンに仕上げた上で、しかもサイトですよ、こちらですね、 SZ ホロサーム。なんで今回このサイトにしてるかというとですね、理由があります。なんとですね、このサイトですね、皆さん射撃場行くんですけども、なんと構えた部分がこのサイト内のね、色が見てください、オレンジ色っぽいですよね。今回のこのね、ゴールド迷彩、そう、黄金のこのバスピートの相性もめちゃめちゃいいんじゃないかということで、ほら、もう最高でしょ、色合い。完璧でしょ。そしてこの SZ ホロサームつけてからのストックはこちらっすね。ストックもっとつけてしっかりと、ビーム速度とか移動速度系しっかりと上げといて、ラストはこちら、20ラウンドマガジンでさらに移動速度とか AM 速度とか上げといた上で、この完成形になるわけですよ。黄金のミニサブマシンガンの完成でございます。降臨でございますよ。どうすか、めちゃめちゃ良くないっすか。可愛いでしょ、めちゃめちゃ良くない。デカレもいい感じでしょ。この超豪華な黄金のミニサブマシンガン使っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、サブには 50GS 入れて、ガンスミスはこんな感じでございます。そしてフラッシュバンとセムテックス入れてからのパークパッケージ、今回こんな感じ。ダブルタイムスカベンジャー、ファストハンドでリロート速度上げといて、なぜならワンマガジン20発ですから。そしてオーバークロックで、ラストはこちらですね、デッドサイレンスの回転率も上げていこうぜって感じですね。ということで今回はですね、ワンマガジン20発の良さを出すためにも、フリーフォールでね、より展開の早い状況ですね、自ら作り上げていこうかなと思いますね。ということで今後もですね、ハセシンのチャンネルではマイペースに楽しめる動画投稿やライブ配信をやっていきますので、まだチャンネル登録できてない方はチャンネル登録と、良ければですね、グッドボタン、高評価、ポチッとワンタッチしていただけたら、マジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、良ければよろしくお願いいたします。それでいきましょうか、フリーフォール、レッツゴー。よし、やっていきましょうか、タラクのフリーフォール。似合うねー、このサイト。やっぱりどうですか皆さん、マジで良くない？サイトとの色ほんまに完璧やな、実際にこうやって戦場で見ても。ってことでいきましょう。おっと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 、近いで、カットしていく。おっと、まだいるかい。なるほど。ちょ待って、そっちから来るかい。これまずいような気がする。ワンマガジン10発、厳しいか。さあ、どんどん行こうぜ。ちょっとこっちサイドが激アツな感じになってますよね。ワンマガジン20発。さあ、リロードも早い。普通の状態でも十分早いぞ。けど、これでファストハンドがついたら、さらに速さがマシマシになるから、そこもいいところ出していきたいところだね。ヘッショットガットしていく。でも結構機動力も高くていいんじゃないでしょうか。マジでいい感じやな。個人的にはフリーフォールとの相性もいいんちゃうかなと思ってはいたんだが、うわー、でも今ちょっとだいぶ打っちゃったから、あれワンマガジン20発やったら、あの初段のちょっと弾数外してたパターンのあの感じだったら厳しいかもしれませんね。 OK、 ヘッショット抜いてくぞ。これあれやな、ほんまに中距離だったら、できる限り、余裕があったら、ヘッドショット狙っていくのもいいかもしれませんね。おっと、ちょっと今のは逆に助かった感じだったか、デッドサイレンス行きましょうか、ポーチー。さあ、この辺にいらっしゃるんじゃないかと、思ってはいるんだが、いらっしゃらないか。そこにいるぜ。ガッとシュク。このレッテキも結構いいね。慣れてきたぞ。早速、おい、いいとこ見てますね。なるほど、了解しました。今すぐ倒しに行きます。こっちですね。さっきの方角的には。で、こちらですね。この上ら辺に、いらっしゃったように思えたんですけども、ガッとしていく。さあ、リベンジさせと。で、で、で、ここにいると、ガッとしていく。マジいいっすね。で、多分リスポーン、こっちぐらいからしてるんじゃないかなと読むぞ。ですよね。さあ、ほんでもって、フリーフォールはリスポーン読みが大事。ちょっとここら辺、うろちょろ一回しますか。ちょっと立ち回っといて、奥いますね。フラッシュ投擲。距離攻めましょう。一気に。これはまずいか。一回セムテックスこっちに牽制しといて。で、一気にこっち回るんですよ。こういう感じで。で、こちらにいらっしゃるんじゃないかなと。中入ってますよ、これ多分。上ですか、これ。可能性は、
あるんじゃないかなと思いますね。 UAV スナタデカすぎる UAV ライン。さあテンポよくいきましょう皆さん。黄金の発生神がちょっと待って、キャタ一発あったか倒せたと若干思い込んじゃったか、ちょっと油断したか、厳しい部分であったな。だがしかしよ、おっとどこ行ったんだい、あ気のせいか、なんか音が聞こえてる兆しが右の方から。なるほど、うわ一気に3枚抜きしたね。ちょっとここはキル数を縮められるわけにいかないので、デッドサイドせっかくポーチさせてもらって、ファストハンドがそろそろてかもう溜まってるか、ファストハンドも出てるか、俺可能性ありますね。オーバークロック出てるってことはもうファストハンド出てますよこれ。ほなリロード速度めっちゃ速いぞ今。敵どこにおんねや、ちょっと来る方角ミスったかあるわ、やってもうてるかこれ、こっちっぽいな。いやどこにおんねやこれ、やばい出会わへんパターン来たこれ。おっとまずい、フリーフォールで一番怖いのは敵と出会いたくても出会えないパターンのやつですよね。やっぱり敵と出会わなければキル数も伸びないんで。さあどこにいるんだ、フリーフォールで切るか大事だぞマジで。さあ一回中入っておこうか、デッドサイレンスまだ溜まってないかこれ。なるほど、あいるね奥に、いらっしゃいますね、カットしていく、まだいるね、そこにいるね、カットしていく、激発いいダブルキルよ。でこちらからリスポーンしてるね、オーケートリプルキル、激発 UAV オンライン行けますねこれ。さあさあさあこっからっすよ、こっから反応ありますね、どの辺だちょっと見えたら、この段階フラッシュとか出て距離詰めて、しっかりとワンマガジン20発で対応していきたいところでありますが、ガッとしていく、いいじゃないのこのカスタムクラス、結構戦えるぜこの中距離も、ちょっと厳しいか、しっかりどうしよう、ここはファーストハンドの強め出していきたい、この奥フラッシュ的しようか、もう詰めちゃおうこれ、いっちゃおういっちゃおういっちゃおう、足の速さ移動速度の速さ出していくぜ、一気に距離詰めることできるね、いいじゃないのマジで。さあどうでしょうか、これがミニサブマシンガンの機動力の高さですよ皆さん。そこの、おお一発で締めてくるかい、やるっすね。さあ V トールちょっとサクッとつなげちゃいたいところではございましたが、いましたね、フラッシュの時で一気に距離詰めますよ、おっと反応ないかいってなってもここら辺にいらっしゃることでしょう、カットしてか、危ねえギリギリで、ツタイルスがありますのでポーチで機動力上げて全力前進、マジで楽しい。このカスタムクラスフリーフォールで突撃するの奥見てるぜ、これまずい、一回下がって機動力の高さ見せるか、これまずいな、こっち一回こういう感じでいって足音向けしてるから一気に回るぞ、一気に行くぞ、この機動力の高さ、ここで敵の裏を取っちゃうんすよ、ここでこうですよ、カットしていく、もうがっつり回れるね本当に、すごい機動力だこれ。一回巡航したりいっちゃおうか、さあここからですよ、一気に行くぜ、残り10キル、おっと近い距離がまずいで、裏にいると考えて一旦こっちを倒させてもらって、で近くにいるんでしょこれ、いや回れてたか、完全にデッドサイズいきましょう。さあこのアップロングレンジが多いイメージなんで、そもそも SMG を扱うのが少し難しいちゃうかなという感じはあるんですけどもね、攻めてきていこうか、レッツゴー、出てくるんちゃうか、ガッとしていく、待てこれまずいぞ、これは一旦ここを全力前進で駆け巡らさせてもらって、なんか銃声が聞こえるぜ、おいこちらでいらっしゃるっぽいね、いらっしゃるっぽい、屋上っぽいっすか、なるほど、どこら辺にいるんだい、奥の2階というか屋上のとこいらっしゃるよね、倒せないか、せめてさ当たれ、ちょっときついこれはせめてさ当たるか、当てていく、うまいですね。さあ投げる角度ぴったりでございまして、ちょっと敵となかなか出会わなくなってきたか、なるほど距離取られてるか、あっちはちょっとしんどそうだから別方角を攻めていきたいところでございますが、序盤ちょっとうまいこと敵と出会いすぎてた感があるんですけども、これはしっかりと倒させてもらう、ギリギリだ、サリロード入って、ちょっとデッドサイカー使ってワンチャンコロニーがおるっぽいな、ドリルチャージか何かを投げていたと思ったんだが、さあそこおったら今ちょっとリロードだけしとこう、いやー早いねファーストハンド、このリロードの速さですよ、2階にいらっしゃいますよね、でもっておっと奥見てる、いやー逃げ切れてなかったか、惜しくも逃げ切るぞ、だがしかしでこのカスタムクラス皆さん使ってて楽しいっすわ、だいぶ移動速度が速いんで、ちょっとリロードだけしといて、リロード速度も速いし移動速度も速いし最高ですね、いいとこ見てるねセルテックスからのこっちから抜けるぞ俺は、やべ危ねえギリギリ、さあここから切り返していきましょう、あと45発か弾数は、まあでもスカベンジャーもついてるからいけるんちゃうかなと思ってはいるんだが、
かなりなんか爽快感マックスな視点になってて、見てても面白いんじゃないかなと思いますね。倒したいところである。激怒か、残り11発、弾が少ないけどガッとしていく。ラストしっかりと中距離ワンマガジン、20発のラウンドのマガジンの残り11発くらいだったから、そうしっかりとカットしていく。ここで耐えてからの黄金のミニサブマシンガンで決めていくんですね。ぜひ皆さんナイス突撃だったと思っていただけたら、グッドボタン高評価よろしくお願いします。30キル 11S ライフストリークというか、あれですね、ライフストリークが6でキルレは 2.73 でございました。いかがでしたでしょうか。ということでめちゃめちゃ良かったね。爽快感マックスすぎたな、ほんまにめちゃくちゃ走りまくりました。ということで改めて今回のこの動画、少しでもすごいスピード感だったぜハセシント、今回のこの動画楽しめたよと思っていただけたら、グッドボタン高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価はですね、マジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。目指すは3000高評価です。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。